の2回目の、はい、もう僕たち疲れ果ててます。疲れたよ。もうバカなでしょ。バカなでしょ。アラサーおじさんだよ。アラサーのおばさんいますか。やばいやばいやばい。はい、ということでね、まあ、なんでこんなバテてるかって言ったら、はい、とんでもない企画をホーエイトさんの方でやらせていただいたので、はい、気になる方はちょっと概要欄に貼ってるんで、いや、めちゃくちゃ楽しかった。負けちゃったんですよ。いやいやいや、なので今回はちょっと有利な感じで戦わせてもらおうかなと。よし、僕ら天才じゃないですか。はいはいはい、もちろん天才。正解。うわ、分かってたよな。分かってたよ。東京ピンチリベンジャーズ出てそうだ。確かに出てそうだ。問題、焼肉に使用される部位でハツはどこの部位。あー、何やったっけこれ。心臓。正解。問題、世界最大の大陸の名前は何でしょう。ユーラシア大陸。正解。正解。え、どういう問題ですか今の。普通自動車の一般道での法定速度は何キロ。すげえ。読んだんだ。手が届いた。読んだね。ここだよね、差が出るところは。そうね。やばい。問題、消化器官を休めたりダイエット効果がある。痛い痛い。ファスティング。ファスティング。正解。うわ、ダイエット効果がある。一定期間食事を取らないことを英語で何と言うか。確かに英語っすよ。いやちょっと待てよ。問題、はい、一生に一度だけの機会、生涯に。え、一期一会。正解。えぇ、俺ら出たの一遍の食いだし。一生に一度だけの機会、生涯に一度限りであることを意味する四字熟語は何。一度一遍の食い。問題、平安時代の前の時代は何。え、いける。バカ。縄文。縄文だよ。めっちゃ遡ったな。室町。だね。鎌倉。だね。まあ、違う。はい、江戸だね。違う。弥生時代。だね。大正。どんどん上に行ってるやん。最初の文字は奈良時代。正解。問題、人気 YouTuber
ま、言ったな。俺は分からないでしょ。M 氏どうなったらどうなるんだ。フォーエイトの中でハン君が好きな人は当てろ。やめろお前、何それ。やめんか。人気 YouTuber やってこれも大丈夫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 。アミカ人気 YouTuber バンバンザイのルナちゃんだね。人気 YouTuber バンバンザイのメンバー全員のバーこっちじゃない今の。一斉のでバンバンザイ言わんのかい。正解。よし、どうですよ。おいよ、押さえろ。 YouTube 界で押さえろ。問題、指の爪に塗るのはマニキュア。何？ペリキュア。正解。うおー、ペリキュアは足です。問題、台形の面積を求める公式は何？カッコ上辺足す仮定カッコ閉じかける高さ割る2。正解。うおー、やばい、太郎社長の頭に出てきた。問題、世界で一番人口の多い中国。残念。世界で一番人口の多い国は中国ですが、2番目はインド。正解。アメリカじゃないや。え、分かってたもん。俺分かってたもん。ケース以外全員分かってんだよ。分かってますね。問題、アンパンマンの作者は誰？カオくん。結婚式でこれブーケトス。ブーケトス。残念。うわ、違うか。ブーケ。残念。ブライダル。残念。ウェディングドレス。残念。ラスト、バジロー。正解。マジか。結婚式でチャペルの入り口から祭壇に向かってまっすぐに伸びる通路のことを。おー、そうなるほどね。ちょっとこたつくんに発音よく言ってほしかったな。あー、そうやった。バジロー。2021年プロ野球。あ、どっちや。オリックスちゃう。オリックス。正解。おお、そうなんだよ。2021年プロ野球パリーグのペナントレース優勝したチームはどこでしょう。問題、急にお金持ちになった人を。なりき。正解。おい、急にお金持ちになった人を将棋に例えてなんという。あー、ちょっとさ、次アミカちゃんとヒロと戦わせてみる。あ、確かに。1から10の数字を全て足すと何になるでしょう。25 42。嘘でしょ。無理無理してます。無計算数しかないわ。3 6 10。無計算無理よ。8。ちょっと待って、普通に計算したらいけんの。8に乗って伸びやって6 正解。うわー、これだ。問題、いいことが重なりますます好都合なことをことわざでカモが何か。レギオショッキング。わかー。問題、香川県の県庁所在地は。香川市でした。うわー、けど俺免許取りに行った。カモ川。なんでやねん。あっ、さぬき。うどん。それうどんやん。うどんは。皆さん、僕もさぬきって言う。正解。おーおい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 。謎に全然イライラしてる。問題、天才とは。お、これを 1% ひらめきと 99% 努力。エジソン。え、ちょっとちょっとやめて。エジソンです。正解。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。誰の名言でしょう。問題、世界映画興行収入ランキング。あ、アベンジャーズの NA。 残念。タイタニック。残念。やつの秘密の刃。残念。日本世界世界世界がアベンジャーズ。
世界の映画興行収入ランキング歴代1位の作品は何？あ、ショーシャンクの空に。前までアベンジャーズ。アバター。正解。おお、またて、アバター最強になってまた乗り換えた。素晴らしい。問題、 YouTube でも人気のジャンル DIY は、映画「ハリー・ポッター」でハリー・ポッター役を演じた俳優はダニエル・ラドクリフ。問題、モナリザを描いた人は誰？レオナルド・ダ・ヴィンチ。正解。次、なんかハン君とエンちゃん戦って。世の中では頭いいキャラでやってんのにバレるかも。問題、2024年から発行される新紙幣で1万円札のデザインになった。正解。おめでとうございます。お願いします。問題、ウクレレの弦は何本？4。正解。うわ、問題、空調設備のエアコン、訳さずに言うと何？あー、エアコンでしょうか。正解。おお、今何問ですか？めっちゃいいでしょ。今28問。おお、14対14です。うわ、問題、話を途中で立つことを話の何を折るというでしょう？話の腰を折る。正解。あー、うまい。問題、2024年の夏のオリンピック、フランス。残念。イタリア。残念。ウルグアイ。残念。いや、ヨーロッパやったもん。ロシア。残念。パリ。正解。うわオリンピックが開催される都市は。あー、そうだ、オリンピックみたいな。問題、自身の好物が名前の由来の登録者180万人超えの。まなみさん。正解。しゃー、うわー。問題、10月第2週の月曜日は日本の祝日です。何の日でしょう？文化の日。残念。文化の日。タイトの日。残念。秋分の日。残念。ヒントきます、ヒントきます。ヒント。体育の日惜しい。スポーツの日。正解。問題、ハローキティの本名は何？ハローキティ、キティキティ。キティキャット。いや、これ多いよ。そんなような。あ、そう。日本語かもしれない。え、静かちゃん。何が言いたいの？名前。キティなんとか。キティガール。残念。キティ最初の文字は。キティホワイト。正解。やから。問題、アップルミュージック日本のトップ100現在1位の曲は何？あ、水平線。あ、正解。わー、すごい。問題、フランス語で三日月という意味のあるパンの名前は？クロワッサン。クロワッサン。クロワッサン、正解。三日月なの。問題、はい、森の宝石と呼ばれる食べ物は？アボカド。めっちゃ自信なんだ。確かに濃いわ。アボカド。残念。キノコ。残念。タケノコ。残念。キノコですか？ゴルフ。正解。おお。問題、福沢諭吉の有名な著書。お、持ち上げ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 。学問のすすめ。正解。やりましたね。問題、プロデュース101ジャパンシーズン2にて選出された。これは韓国のやつですよね。虹優さん。残念。違うんだ。めっちゃ弱な。残念。プロデュース101ジャパンシーズン2にて選出された JO1 の弟分のグループは何？ JO1 の弟分ですか？カトゥーン。何じゃ日本だ。アルファベット3文字。 JO2。 確かに確かに。最初の文字お願いします。はい、最後の文字だけ当ててみます。そうしましょう。 INILC。 残念。残念。INK。 残念。 B。 残念。思い出した。 ILY。 残念。あれ、思い出して。え、はい、 ILI。 正解。おお。問題、はい、サイコロの6の裏側は1。正解。いや。問題、戦国武将の
徳川家康、織田信長、豊臣秀吉。残念。戦国武将の性格を表す言葉で泣かぬなら泣かせて見せようホトトギスが織田信長でありまして、そうです。戦国武将の性格を表す言葉で泣かぬなら〇〇ホトトギス。泣かせて見せよう。残念。はい、泣くまで待とう。正解。おっしゃ。問題。ヨーロッパ大陸、アメリカ大陸、アフリカ大陸の間にある海の名前は？オーストラリア。いや、海や。海の名前。じゃあ、言う、カリブ海。持ち上げ、持ち上げ。大西洋。正解。はい、おーい。ちょっとやった。スロー。頭いい。なで、41問です。あ、9問。問題。人の煩悩の数は何個って言われてるでしょう？うわ、煩悩って。108個。正解。あー、うめぇ。問題。坊っちゃんの作者は？ダサよ、最後。持ち上げ。夏目漱石。正解。1950年代に三種の神器と呼ばれた家電は？冷蔵庫、洗濯機、テレビ。どれですか？あ、そうきたか。冷蔵庫。正解。うわー、すげー。人気女性アイドルグループ日向坂46でキャプテンを務めているメンバーは誰？平手里奈。残念。平手友梨奈さん。残念。え、違う。めっちゃ正解じゃないですか。インリーオブジョイタイム。インリーオブジョイタイム。最初の文字。最初の文字。タブ。あ、サバ。あと、佐々木とめこ。ダメや。ババタイム。ダメや。ミオで聞きます？はい。ミオジ聞こう。で、佐々木です。おぉ、佐々木とめこ。佐々木とめこ。佐々木とめこ。佐々木じゃないや。佐々木孫悟空。孫悟空。そうですね。佐々木く。佐々木久美。正解。うわ、やばい。問題。鉛筆の細さを表す HB。 残念。 B。 残念。あ、いいっすか。はい。ハードブラック。正解。うわー、いいな。鉛筆の細さを表す HB、 何のやつか。あと何問すか。4問。やばい、これ本当に。やばいな。問題。円柱の体積を求める公式は何？あ、もういける。半径かける円周率かける高さ割る2だね。うわー、違う。あげる、あげる。あげる、あげる。あげる。半径かける半径かける 3.14。 それ円？半径かける半径かける円周率かける高さ。正解。うわー、はい、すごい。江戸時代最後の将軍は誰？徳川慶喜。うわぁ、すごい。問題。2020年生まれの子供の名前ランキングにて男の子1位になった名前の読み方は何？うわぁ、キラキラネームや、絶対。翔平。残念。はやキング。流行ってる系な気がするんだ。えエース。残念。エース。上、上、一文字。一文字目は、は。はやて。はやて。残念。はるき。はると。正解。さあ、さあ、ラストです。いやー、これ取りたい、取りたい。マジでこれで勝敗が分かれると思う。ヘキサゴン。ヘキサゴン。 MVP は何の略？うわ、どっち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 。27対23。うわ、結構多いな。2問差。27対23。2問差。初代ですから25対25。勝者は2連敗です。
スマブラだから見るでしょ。動画外のね、俺たちの熱い戦いがまだということで、YouTube 界一頭悪いのはエスパラトライです。やばいな、これめっちゃ意外なら、フォーエイトさんが思う一番頭悪い YouTuber って。あ、かかったの。勝利でございました。リベンジしましょう。よしよしよし。英語勉強して、英語で。いや、それは無理や。それは無理やって。Thank you very much。概要欄に、はい、とポエントさんとのコラボ動画があったので、ぜひチェックお願いします。お願いします。最後に、また明日の動画でお会いしましょう。英語で言ってもらっていいですか。Thank you for watching our video. Please subscribe. See you next time. クラウドからチャンネル登録するんや。発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるためにイマッションやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。